はい、どうも、赤大好き友がお送りするまったりマインクラフト。いやー、危なかった。マイクラがね、1.8.6 に変わっててね、この間は 1.8.4 になってたのを気づかずに撮っていて、ラジオになってしまったと。で、1.8.5 に収…あ、違う、1.8.5 になってたのを気づかない撮影してて撮れてなくて、今回はね、1.8.6 に変わっててね、危うくまた撮影を始めようとしてしまって、気づいたからよかった。ポテトが入ってた。とりあえず一旦寝ます。おやすみなさい。はい、おはようございます。さあ、そしたらこの辺のアイテムたちを一旦全部持っていこう。てて、はい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 、全部持ってこ、全部持ってこ。これ持てなくなっちゃった。じゃ、喋るわけよ。これをあげよう。君たちにあげよう。いずれ君たちの役に立つだ。いずれ君たちの役に立つ。とりあえず俺には必要ないみたい。あげよう。これも持って帰ろうか。この辺、いただいていこう。よし、これをあげよう。これをあげよう。そしてこれをいただこう。はしごも1個ならいいや。あげよう。どっちにしようかな。とりあえず、コメントの方ありがとうございます。コメントの方来まして、暴言をするなら警告ではなく、どうしたお前、どうやって出たそれ。まあいいけど、あっちの闘技場付近の、闘技場付近にある、聞いといて、闘技場付近にある洞窟でどうですかと。そして畑の位置、お使いハウスの横に畑を作ったんですけど、あれはちょっと位置があれらしいので、位置が若干ずれてるみたいな、その修正と、村人大作戦の方、コメントが来たので、そちらの方をやりに帰りたいと思います。だからこれはあげよう。これはもらっとこう。これはあげよう。64個欲しい。原木を欲しいんだけど、原木を全部木材にしてしまった。家を作るために。この白川もあげよう。矢をもらって、ガスにもなんか欲しかった気がするからもらって、あとは、そうだな。なんかあるか。なんかあるかと。あと、とりあえず、ちょっとノイズ入っちゃってる。なんか今、ブーッととか俺の方に聞こえてきたんだけど。気のせいか。人参とじゃがいも置いて、人参、いや、待ってこう。俺も全部持ってこう。そしたら、帰ろう。これを白馬に乗って。いいぞ。相棒。こいつの名前募集します。そい。そい。そうだろう。登れない。マジか。登れないとか。こいつ白馬のくせ。もう一頭確か同じ色がいたはず。こいつと。ちょっと。同じ色ならそいつと連れて。あべ、灰色のウーシーも連れていくんじゃん。あっちのね。灰色のウーシー。あ、腐った肉だ。魔導士が欲しがるからこれ。腐った肉。あれ、こっちにも腐った肉確か大量に入ってたね。あんもらってこう。魔導士が欲しがってる。魔導士だっけ、なんかそんなような役職の人。魔法使いみたいな。紫色の服。紫だっけな。ピンクみたいな。色着た人がね、欲しがってるから。あの人はエメラルドをくれる人っていう風になってるから。お、こっち抱いてたよ。お前だ、お前。はい。お前じゃない。あ、底辺だ。ポイッ、はいはい、ポイッ、はいはい、大丈夫大丈夫、僕は友達だ、君の友達だよ。さあさあ、乗せたまえ、ありがとう。君の性能はおっそおっそ、え、おっそ。
遅っ。あ、でもジャンプ力はあるな。でもその遅さはダメだ。王国に着くまでに民家かかってしまう。そんなかかんねえよ。そんなかかんねえ。よし、違う、よしじゃない。肉、腐った肉をもらいに行こう。うん、こいつもまあまあ遅いけど。さっきのやつよりは早いから、まあいいでしょう。やっぱ、純白の方が早いのかね。純白の方がなんか性能が良さげなイメージがある。勝手なイメージだけど、あの家はまた来たら建てます。でこっちに、あの俺がもともといた村はカチャゴンの塔を建てたわけですけど、なんか似たような塔こっちも建てたいなと思って、何しようかなと思ったんですけど、クリーパーの塔でも建てようかなと思って。うん、まあそれは後で考えるけど、まあ、建てない方向で今動いてるけど、今のところあんまクリーパーってなってるからさ、これがさ若干クリーパーっぽいかなみたいな、そういうんでクリーパーの塔にしようかと思ったけど、うん、クリーパーって、まあ、YouTube 敵だからさ、え、何かしらねクリーパーさんが俺の助けになるようなことをしてくれたら別で、例えばねこれから洞窟に行くわけだけど、その洞窟が案外意外と狭かったりとかさ、まあアスクコメの方ではね、あのそっちの方がいいかもしれませんということで、まあもしかしたら中には大したものはないかもしれませんがっていうことだったんですけど、まあ、何かあった場合は俺の勝ちねみたいな なっちゃってなんかね、うん、勝手に俺が言ってるだけなんだけどさ、何かあったら俺の勝ちね。何もなかったところにクリーパーがどっからともなく現れて、ドンって爆発して、そこからさらに下に行けるダイヤモンドを見つけたみたいな、そんなになってくれたら嬉しいなっていう妄想、そういう妄想を仕事中にしていた。うん。そこまでを1セットとして妄想して、うん。まあ、そしたらさすがにあっちのね村にもクリーパーの、そしたらクリーパーの塔だってあげようつって思って、そしたらあっちの村もそうだな、クリーパーの塔でも建ててあげようかみたいな思って、うん、今のところその可能性も少ないんですけど、それがあった場合あっちに建てるのはクリーパーの塔、それがなかった場合何も建てないよね、まあ、ゴレムスの塔かな、うん、こっちに建てないであっちに建てちゃう、土でこっちに建てるのはあのネザーのなんだっけ、ネザー水晶か、ネザー水晶ブロックで、あのゴレムスの塔を建てる予定ではいるんですけど、なのであっちは、ね、それがね銀だとして、銀だと例えるならあっちは土でね、銅と銅みたいな感じだと、銀のゴレムスの塔、銅のゴレムスの塔みたいな感じ。ただいま、馬が増えてきたよ、なんで持てないんだ、ちょっと来といて、なんで持てないんだ、来る途中川拾ったな、うん、うん、OK、うん、OK、ちょっとといてね、名もなき馬よ。そしたら、OK、よいしょ、エメラルドをいただいて、皮をいただいて草と肉を持とう。そして鉄、チェストボックスが持てないからイカスミをしまって出して、はい、はい、スイッ、はい、スイッ、 OK、 はい、ほう、はい、ほう、はい、ほう、増えたねだいぶ増えたよ、64。いや、こんだけあれば地下行っても俺は死なないんじゃないか。弓を持っていこうと思うよ。で、ちょっと待ってね。日打ち島団地。いいね。こんだけ日打ち石あるならば、どんどん作ろう。出してなかった。出して、取れなかった。一旦しまおうか。違うね。こうの、こうの。はい。あれ、64本の出した。いや、はい。
で、矢がだいぶ増えたね。で、リンゴは冷蔵庫の中に入れとこうか。うん、しまえなかった。冷蔵庫の中に、はい、しまえなかった。はい。落ち着いて。落ち着こう。一旦落ち着こう。はい。はい、オッケー。いっぱい入ってる。食材がなさげで結構あんな、こっち。そうしたら、っていうほどなんもないな。言うほどなんもないな。鶏肉をいただいておこう。まず冒険に行く前にね、畑を、おお、焼いてある。すげえある。食料がいっぱいある。でもこれは入れておこう。これも入れておこう。ちょっと手持ちがいっぱいになっちゃうか。作業台用語にチェストボックス。まず、あっと、火が食えてきたな。急がば回れじゃ。まず畑を移動するんですが、移動場所は作業台どこ置いた？俺作業台横にチェストボックスを置いて、作業台どこ置いた？作業台どこ置いた？作業この辺からかな、この作業台かな、いや置いとこう、これね、あすく米の一旦寝ようか、怖いわ。あっちの村ならフェンスで囲まれてたけど、フェンスがなくなった瞬間すごい恐怖。おやすみなさい。おはようございます。やっぱね、守られてるって感じがするからね、あっちは。チェストボックスもう一個ちょうだい。ちょうね。だんだん鳥、お前。やめろ。あとこっちやね。こっちなんだけど、ちょっと待って、リード。あと、バック。皮持てないか。欲張りすぎた。お前の卵のせいじゃん。埋まっちゃった。はい。ごめんなさいね。うろちろしちゃって。これはもう一本取らなくちゃ間に合わないな。3本取ります。ここに。いや、そこはダメだ。出ちゃうわ。危ない危ない。さすが俺。さすが俺。すぐ気づいた。この中にサドルと。リード入れておこう。で、この中は、これは畑用だね。じゃあこれは、これも畑用だね。うん、いらないね、そんなに畑用とかね。持てないね。畑用だからこれ種こっちだね。これフェンスだね。これエメラルドだ。うん、まず突っ込む、はい。洞窟に行くときにカシャゴン部隊連れて行けんじゃないこれ。やんないけど。壊してチェストボックス拾った？拾った。第3弾。はい。ここ。そこじゃない。そこでいいんだけど。種。丸石。木。種。レンガ。種。ほい。種。丸石。フュージョン。レンガ、フュージョン。種、木、フュージョン。はい。種。お、いいね。綺麗。あ。丸石。レンガ、こう。OK。羊の毛とかを刈り取ったら、この中に入れとこう。これはアスク米用の鉄36個、赤石35個、弓8個、皮60個。60個か。食料、原木、しけ。はい、すいません、同じ場所にメモってしまってね。食料、原木1スタックってやから、ちょっと待てと思って。これはね、洞窟に行くときの装備でした。ごめんなさい。ここ、人参とじゃがいもね。素晴らしい。ちょっと入れといてもらっていいですか、これ。いいですかね。で、ここを、形は OK。で、1ブロック分、動物小屋方面にずらす。
形を切り1修正1ブロック動物小屋方向に隣の畑の丸石とラインを合わせる感じで丸石のラインは合ってるんじゃないか。え1ブロックラインは合ってるんじゃないか。ああここがね外周がねずれてると。なるほど、オッケーオッケーオッケー。じゃあ持ってくるかって一緒のレンガ。まあいいや、はい、そういうことか。これを1ブロックずらしますと。はい、バケツを持ってきてません。なんでだ、バケツどうした。俺バケツどうした。そういえば俺バケツと土はまあまあ、土はまああるからいいけど、俺バケツどうした。俺バケツどこ置いてきた。一個ないんだけど、バケツ。ちょっと、タイマー次ですかね。タイマーここお願いします。ぽん。バケツどこ置いてきた、俺。本当に。あれ？さっき宝箱入ってた？あんま見てないからわかんないんだけど。チラッとしか見なかったから、あんま覚えてない。ちょっと待って、俺食料持ってないよね。持ってた。じゃあパンでいいや。しばらくパンで生活しよう。パンでいいのか。人参とかで生活した方が下げだ。何だろう。ちょ、バケツを。パンプキンパイ大量に作っていこうか。作り方忘れちゃって。ノートにメモるときにそういうレシピだけは別にしとけばよかったの。調理。卵いっぱい必要だった気がする。あった、あれもったったような気がしたんだけど。とりあえず水入りのバケツをね、地下に冒険に行く際持ってった方がいいような気。書いてあった気がするって。え、ちょっと待って。ここおかしいだろう。そこなんでそっから取っちゃったの？まあ、水流の魔術師にもなれば、こんぐらいの水流を直せるんだけど。ちょっと多かったの。これ端で取んないとダメなんだ、これ。中心部分で取っちゃうと、そうなの。ここはこうだよ。はい。はい。はい。あったあったあった。パンプキンパイの方がいいかも。いや、パンプキンパイだとお腹の減りが早い気がするんだよ。確か。まあ、大量のパンプキンパイも作っていけるんだけど、64個あるもん。最悪64個作れるわけでしょ。最悪ってか、最高で。最高で64個持っていけるわけでしょ。あれ ?64 個持てるっけ。いや、持てるっけっていうか、持てるっけっていうか、パンプキン64個で、パンプキンパイ64個できるっけ。できない気がする。そんな。うい。この空のバケツはどっかしらにしまっといて、もう一個の水色のバケツを持っていく。水入りのバケツ。今回はやることがいっぱいだ。大変だ大変だぞ。頑張れ。こうやっぱね、いっぱい頼んでいただくとね、こうやる気が湧いてくる、ね、よしよしやるぞってなるからね。レッドストーンが36個必要だという気がする。レッドストーン36個。畑を。あ、そういうことか。ダムだ、これ。ダム用の素材だ、これ。ああ、もう気づいちゃった、これ。あ、ごめんなさいね、ちょっと。最近考えよくて。考えよくてね、最近。気づいちゃいましたか。言わなきゃよかったかな、これ。あら、ごめんなさいね。石のレンガをしまって、あった、前に来た。行くぞ。ソダム、多分ソダムだ。前はちょっと王国の方に用があるんでね、ちょっこり行ってきます。ちょっくら。ちなみに教会の、知らない人のために、これ今日はずーっと大丈夫か？大丈夫か？そのまま。ごめん、降りるわ。危ねえ、カクってなって死にそうになった。ちょ、お前ここにいなさい。このね、どこだっけ？こっち側行って、ヤーミーさん。ここ、洞窟があるんで、ここから
地方面に走っていくと。走っていくじゃないね。走っていくと。どうした、外も粉が入ってきちゃダメで、お前出れないだろ、お前の足じゃ。出れた。助かった。危ない危ない。お前こっち来ちゃダメだって、やっぱり。お前こっち来ちゃダメだって。お前死んじゃうわ。お前なかなかジャンプ力高いね、ソドム。すまなかった。お前はだってリードで引っ張ってきただけだから。お前のスペックなんて知ったこっちゃないって。ほら、とりあえず入っとき。ちょっと出してね。あとでお前鎧あったら生きさせてやっから。鉄の鎧あったらな。着させないけど。いや、やっぱ着させないけどね。レッドストーン、草トニック、新しい弓だ。新しい弓に関してはね、別に作り直してもいいですよということ。この中の中身はどこ持っていった方がいいですかね。これやっぱお使いハウスはちょっと持っていっとこう。これはすっかり忘れてた。いや、忘れてない、さあ、お誰、まあ、これちょフェイク、別のルートだった。階段かと思って、そこの階段だと思って降りたら違うっつって、そこ違うっつって。ちなみに神父さんがあそこにいらっしゃいます。いや、いや君たち元気かい。そしてダミーさん、あんたの服だよ。ほらダミーさん、いい服だな、お前。お前、ちょ、いい服着てんな、お前は。なあ、あいつな。ちょ、これもらってくわ、じゃん。ちょ、持てなくなっちゃった。持てなくなっちゃってから、これ、なんかあげよう、なんかあげよう。なんもあげらんねえや。なんもあげるもんがねえや。また、こうしよう。ああ、よかった。今、生まれなって思いながら投げたから。生まれたらよくよく考えたら、こっから出ていっちゃって燃えて死ぬんだよ。恐ろしい。衝撃ダメージ追加、耐久値。これは耐久値。耐久力2。この辺の円ちゃんとしてるやつさ。正直使わないからさ。もったいないって思って。これ、こうしてさ。こうして、こうしてさ。こうでしょ。で、まずこれとこれでもマックスになるはずなんだ。なんないか。どっちか。いや、こっちだ。はい、これで新品2つ。新品2つできましたよと。こんな意味いらないか。新品3つにしよう。うん、若干もったいない気もする。今のやり方。ありがとう。もらってくる。で、いいともちょうだい、これ。取引に必要なんだ。あ、ついだ、あ、ちょ、待って。闘技場付近で、それはまず闘技場付近だ。若干怖いわ。あそこ守りが手薄なんだ。闘技場付近は闘技場だから、ちょっと一旦寝ますね。ちょっと寝ますね。ここベッドあるから、ここか。こっそり休み。死んじゃうかな、これ。踏まれて死んじゃうかな、これ。いやー、あれに耐えられない。やっぱね、一国の国王、一国の王じゃなければね、あれは耐えらんない。くれてやんよ。ちょっと整理しよう。弓弓弓、かぼちゃがいっぱいあるから弓8本作れんなと思って、こんだけいいとあれば。おいで持って、これ中行っても大して肉持って帰れないか。ちょっと早かったか。まあいいさ、私は肉が欲しいんだよ。あ、君たち、卵ももらっていこう。さ、卵ももらっておこう、しょうがない。いや、いらん。いらん。増える。だいぶ指切り早くなってる。まあ、言ってればいいじゃん。いや、この中で増やしても殺しちゃうからね、結局、取り物と。ありがとう。近づいてきてくれてありがとう。近づいてきてくれてありがとう。とりあえずこの鶏肉が、まあ、60個とか行くまで、64個行くまでやりますよ。やってやりやすい。ほらやってやりやすい。逃げるんじゃねえ。中から出てきて逃げるんじゃねえ。許さねえ。
あ、気のせいだ。あれは小鳥じゃない。大きくなる寸前だったんだ。あれは大きくなる寸前だったんだ。先に卵投げちゃったからな、落としたことが。オッケー、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 小鳥だけになった。そしたらこいつに種をあげておこう。大きくなれよ、早く大きくなるよお前ら。ああ。はい、でこれで羽を持って帰ろう。ここでまた弓ができる。早くない今の。指切り。ちょっと小鳥だけになっちゃって、ちょっと心細いかもしれないけど。俺も心細いけど。小鳥だけになっちゃってね、本当。心細いけど。まあしょうがない、そこ止まるさ。それが弱肉強食、自然界の断り。パンどうした俺パンどうした、もうパンどこ置いてきた、ちょっと待って、あれ俺パンどうした開けるよ、はい、失礼するね、はい、こんならじゃないね、パンどうした、俺パンどこ置いてきた、ああもう走れなくなっちゃった、走れねえと思ってパンパンと思ったらパンがね、どこ行った、パンパンどこ置いてきた、これちょパンどこ置いてきた、これパン、ちょ走れないからちょっと人間ちょうだい、パンどこ行ってきたから、いいなこの取り立てを食べるみたい、言ってればいいかよお前、パンどうした、中か、違うこの中で、あった、まあ、お前らかこんなやろ、まあお前、まあそれそれちょっとお前それ返せ、まあそれ返せ、取れた、お前はな、お前壊れかけでいいんだよお前は、お前は壊れかけでいいんで、あのかぼちゃ主張しすぎなんで、ちょっとかぼちゃとなんか隣とのこのバランスがちょっと悪かったんで、左っかがやけに目だ、ダイヤモンド着てもなって、ダミーさん、ダミーさんはね、あのアーミーさんのダミーなんです、そういう意味なんですよ、百戦錬磨のね戦士でもやっぱ戦場からなんとかしてもう戦いたくないっつってね、もうね、あの嫁と子供と平凡に暮らしたいとね、そんな時に現れたのがダミーさん、見た目もね姿形も同じだと、なんとか倒れないかっつってね言ったら、もうすぐいいよっつって、なんていいやつなんだっつってね、そっからもダミーさんとアミーさんのね友情は、ただね闘技場からね出るにはね、闘技場を縫うんじゃねえ、ちょっと待って、この水流はまずこの水辺、何回も馬殺してしまうことになる、馬殺しの水、馬殺しの川と名付けよう、危ない危ない危ない、また殺すとこだったぜ、いや久しぶり我が家、ここ自宅だった、川がいっぱいある、川じゃねえバケツだ、どこ見てんだ、違う、ちょっと待って、なんかしらに役立つアイテムない、ドラえもんちょっと、ドラえもん何も入ってあった、ありがとう、ちょっと待って、卵ちょうだい、パンプキンパイって、小麦が必要だおそらく、確か、うん確か小麦が必要だ、あらじゃあいいや。じゃあいいや。また後で来るわ。ちょ、今は持っていくものがいっぱいあるから。あと、慣れない。火打ち石。ないよな。こっち火打ち石とかないよな。上の階とか何置いてたっけ、何も置いてなかった気がするな。あ、これさ。これとこれで。ああ、惜しいな。ああ、惜しいな。1,2,3,4、うん、まあ4本あれば十分でしょう、あとは作ります、ほっ、でこの壊れかけてるのやつをね冒険に持っていくと、あとアイテムがあるのはどこだったかな、デパート方面か、よっと、トゥ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 、お前がいいよ、ここが全然と助かった、小麦言っちゃえばな、
あっちの小麦畑いっぱいなってるから、あそこから取ってくれいいんだけどさ。いや、犬頃元気かい。あ、そうか、元気かよかった。そいつは何よりだ。あ、これ冒険用のだ。今度冒険行くとき持ってきなよっていうやつだ。持ってかないよ。あれは予備なんだ。これはもうストックとして取ってある。もうダイヤモンドを取って死んだときのためにこれは取っておかないと。ダイヤ落としたーってなっちゃうか。あ、あった、ありがとう。助かる。この耐久値戻るでしょ。4本ゲット。空きがないからいいや。あとはなんか、うん、使えそうなもんは全部もらっていく。盗賊のごとく、自分の家ながら盗賊のごとく全部もらっていく。ありがとう、さらばだ。さあ、で地下に、前回ミスで落としてしまった村人2人、あの人たちをどうやら上に戻さなくてはいけないということになってしまいまして、なってしまったんですが、ちょっと時間的に危うそうなので一旦村人紹介の方に移りたいと思います。うん、この動画で村人紹介をして、まあおそらく次回か、まあ運が良ければ今回、村人移動して いっぱいいんな、村人紹介、道具、鍛冶、鉄、うん、なるほど、うん、ここら辺はなかなか魅力的だぞ。大きくなら持ってけよみたいなね。はい、次。ああ、鉄の部屋とね。あ、この人は2つだけと。はい、あんた白い人ね。師匠。ああ、エンチャントの方がエンチャントできないからいい。あ、灰色の人初めて見た。肉屋か。あ、稼げるけど今は。これ冒険用だから。この人は、あ、斧ね。いらないな。割に合わない。ちょっとあの、今見た人あっち行ってくれるか。あっち行ってて。ちょっとチャ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 ってやっていこうか。ちょっとチャ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 ってやっていこうか。見てみたね。ちょっと誰見た、お前とこの人同じか。いや違う、カーソルが同じとこ行って、お前ジャンプしてるからな。今どっちの人見た、こっちの人だよな。こっちの人が、でお前が3つある人な、はい、4つか。し、お、川崎くん。お、で、あんたは、あんた、角の人ね。で、これがボクシーさん。あ、ボクシー、あ、あ、あら、このボクシーはちょっとレベル上げておいて、ちょっとね、エメラルドの方欲しいんで、このボクシーか、エメラルドを大量ゲットしておこうかね。ありがとう、ボクシー、いつも助かるよ。あの人、腐った肉どうすんだろうね。ゾンビ生み出してるのか、あの人がゾンビ生み出してるのか。恐ろしい。で、師匠、あ、これで全部かな。まあ、ざっと言うと、道具鍛冶が1、2、3人。こっちに行くやだろ。あら、まあ、武器鍛冶か。道具鍛冶が1、2、3、1、2、3、武器鍛冶1人、肉屋が1人。この灰色なんだっけ、革細工が2人か。革細工2人、師匠2人、牧師1人。なるほど。ちょ、上乗るんじゃないよ。数えろ。ちょ、お前かけにしろよ、お前。グーってなるぞ。ちょ、だから、俺登ってんだって、シフト押してに登ってくんじゃないよ。シフト効果を。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11人。ちょ、登ったな、今の人。え？え、あれ？あれ？あれ？あの人登ったよ。こっち来た。もしかして。え、来てる？あれ？あ、まずい。来られちゃった。俺もう制御不能なんだけど、そっちはだって防衛してないもん。あの人は死んじゃったかな。まあしょうがない、持っちゃうな。123456789123123456789123456789、あっ123456789101010人、ね、はい、10人。ここで地下に10人、上に2、4、6人かな ?16 人今いる。とりあえず一旦寝ようか。お、あ、すいません。
おはようございます。ソダム、そう、あ、いたいた、びっくりした。やめて、いなくなんないで。俺の目のとこ届かいにいた、不安になるから。さあ、上の方は何言うのかな。よし、あんたは安定だな、ほぼ。お、道具鍛冶。あ、効率強化っていいね、響きが。村人、あれ村人、あんた人、これだけ。こっち村人は、あ、ヤシか。新しい取引すればと思ったけど、取引もできやし。で、道具鍛冶と、師匠、あ、肉屋か。2、4、6人、16人。あれクリア。あれどっか行くんだっけ。あ、こっちか。迷路みたいになっちゃったな、これ。ごめんなさいね、うろちょろしてしまった。もうちょいちゃんと作り直すべきだった。建物そのまま残してそのまま改良しちゃったから。ここに入るに毎回ここを削らなくちゃいけない。あ、上から来れるんだって。まあいいや。16、17、18人。村人。この人もこれだけか。18人いる。はい。なるほど。オッケー。で、この人を上に戻さなくちゃいけないんだ。この人たちをね。じゃないと、村人。いや、知らなかったよ。俺もあそこに人がいるなんて知らなかった。おそらくまた増えたんだろうね。いや、今びっくりしてね、正直。いいよ、あげてないよ。はい、封印。この人封印したぞ。封印したぞ。で、このね、ラブ部屋と下の地下ルーム、一部屋に分けなくてはいけない理由がありまして。まあ、その理由としまして。二部屋にしないとゾンビ襲撃イベントなるものが発生してしまうということだ。俺こっち来ちゃった。いいか。いやいや、フェンスゲート作ろうか。まあ、てんやわんやする可能性があるので、頑張ってくださいと。頑張ってこいつらを食い止めといて。あ、やばい。のドア発揮用で。OK。まあ、二部屋っていう風に最初書かれていただけだったんで、俺は、まあ、地下の人たちはこっち方面に移せばいいかなと思ったんですけどね。じゃなくて、地下の方とこのラブベアとの二部屋という方だったんで。で、この人たちを上にやる方法としては、階段をつけたら勝手に上に行くと思いますよということなので、この人たち用の脱出ルート確保、もちろん壊しますが確保して、こっちに誘導する。そうするとあいつらはこの瓶に登る。登る。扉ある。閉める。こうしてあっちに入っていくだろう。いや、入っていっちゃ困る。じっと夜まで待とうかね。こいつはまい、うん、その人はちょっとそこにいてもらおうかな。よし、階段セッティングします。という上で回収します。階段回収します。ここはほぼ用なしのルームになる。懺悔部屋、懺悔ルームで懺悔、ここで懺悔してください。ここはね、上でちょっとトラブルを起こした人はここに来てもらう。今後、ね、階段を作ったら勝手に行くと思ったんだけど、ね、こういう時はね、こうやって明かりをちょっとずつ消していくと、こいつは恐怖に打ちひしがれてこうやってね、こうやって閉じていく。するとこいつらはこうやってね、じゃねえか、いいだろう、お前らに暗闇という恐怖を与えてやろう。
喜べ。この私自ら暗闇をお前らにプレゼントしてよ。一気に取れた。暗くないから、暗、明かりがないから。さあこれで終わりだ。いやまだあったな。さあこの暗闇、君たちならどうする？うい何こやつら、やりおるわ。あ、ここが明るい。やりおるわ。プッシュ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 。はい、OK、 はい、OK、 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 でちょっと押すとさらにもう暗いとこしかなくなってくる。で照らしますよ。今照らしておこう。開けた時ゾンビとかクリーパーとか出たら怖いからね。上からの明かりから大丈夫なんだけどさ。さあちょっとこのサイドこうかね。今このタイミングで分からないよね。大丈夫だよ。ちょ、上も塞いじゃう、塞いじゃう。これでどうだ、これでどうだ。暗いぞ。どうだ、暗いだろ、怖いだろ。正直俺が今すごく怖いんだ。頼むから出てってくれないか。頼むから出てってくれないか。ちょ、俺ちょっとこっち用事あるか。ちょっとジャンプ量が多すぎ、量が多すぎた。いいわ。え、あ、明かり届いてる、そこ。なるほど、届いちゃってんだ。もう松明が悪いことしてな。はい、OK。え、何？同時にスッてこっち向いてきた。俺は勇者じゃないんだ。頼むから出てってくれ。どうすれば出てくる？こっちが暗いか。こっちをもっと明るくしてやろう。そう、こんなにしても出てってくれないなんて。あんたたちどういうこと？上に味方書いてあるんですけど、俺だったからその方が早くそうだな。あ、そう、いいよ奥さん、奥さん、奥さん、いいよ。そう、いいよ、そういうの、いいよ、奥さん、奥さん、そういうのいいよ。そう行こう、奥さん、いいよ。旦那さんも行っちゃう。はいはい、出てった。もうあいつはもうここに来ない。はい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 、はい、と、はい、OK、 OK、 はいはい、整備入ります。整備入ります。じゃあ、ここはね、今後不要な村人を落下させた時にここに来るね、キャッツラ。まあ来ると言っても、ね、来ると言ってもそんな来るほどでもね。これもちょっと左にすればよかったな。左に埋め込めればよかったんだよね。変えよう、これ設計変えよう。これ後で、これ穴の位置、ここに穴の位置にしたい。落としづらいんだよね、正直。端っこに来られると。でそこだから、ここで区切って土を押そう。区切って俺は出ていくから、ちょっと松明を照らしておこう。松明でね、照らして。ちょっと外夜になってるんだと思うんだけど、怖いな。これは俺の個室だ。俺の個室。ここは俺の個室兼通路だから。じゃあね、これで。通路だけどね、やっぱ食べ物も置いといて補給できる。はい。ちょっと怖いな。怖いな。必要時に照らしておこう。この洞窟に行く人はこの程度で怖がってていいのかっていうぐらい。はい、OK。そしたらこの種埋めていこう。はい、はい、埋めていこう。はい、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 と。OK。ちょうど終わった。ちょうど終わった。チェック。OK。予定通り彼らは上に来ました。行ってないじゃないか、奥さん。奥さん、ちょっと。
こうよ旦那さんも。まだ夜じゃなかったのに。ね。どうしようか。扉をそこにつければいいのか。扉を先にセッティングしたら、ついたらどうなる？上回ってこないとダメだな。ちょっと湿気を浮いちゃう。来るなよ。このタイミングでここを通ろうとするなよ。いや、やると思ったよ、正直。やると思ったよ、正直。じゃあいいよ、来なよ。一緒に来なよ、あんた。通路作ってやっから。まあ、めんどくさいことになった。まあ、夜だしね。夜だしね、これ。はい。行け。行け。そして帰ってくる。これでね、まず1個目のミッションはクリアかな。1個目かな。頼ます、です。みんな、まあ、もう1個謝んなくちゃいけないんだけど、とりあえず、村人大作戦、かいということでね、3回目の修正が入りまして。まあ、これが終わって4回目が来るんですけど、まあ、その4回目に向けての準備ということで、状況の整理、下の階の人は上、ということで今移動終わりました。で2部屋に分けるラブ部屋と地下の2部屋に分かれております。そして村人の紹介もしましたが、すいません時間の方大変長くなってしまっており、なぜかというと、砂の方の方がですね、さっきからラインでブー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 うるさいなと思ってたのが一気にピタッと止まってね、んと思いながら普通に撮影の方をしていたんですが、どうやら LINE のあまりにも大量に送られてきたスタンプやメッセージに耐えきれず、電池が切れました。なので48分という大変長い時間になってしまったんですが、もう申し訳ございません。で、ね、フェンスやフェンスゲートを使って村人を移動する鉄ノードはこんなとこ使うんじゃない。まあ、あのフェンスのね、フェンスやフェンスゲートを使って村人の ゲートを作ってね、こうやった方が、まあ、安全性もそうですけど、明かりを取り入れやすいということでね、はい、救助 OK。 でこうやってねやっとけば、不要部屋から落ちた時とはね、こうやってくるという感じで、一応開けさせて、一応もう一回村人を2人上開けたばっかの人です。チラチラとしか見てなかったので、ちょっと村人を探せ。村人を探せ。道具鍛冶ばっか集まってくる。道具鍛冶。何？あ、さっき見た人なんだ。ヤシ。村人2人来たでしょ、シンガー。埋められるとヤか。どっちはヤシか。こっちが奥さん。奥さん。あれ？奥さん肉屋と。あれ？奥さん肉屋じゃないよ。奥さんどこ行った？え？奥さん肉屋だった。あれ？あ、いたいた、奥さん。あ、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。エメラルドで、矢返して。今俺が泣いちゃって矢返して。エメラルドで兜。OK。OK。そして、大変長くなってしまい申し訳ございません。今回はね、この辺にして終わりにしたいと思います。次回は洞窟探検の方に行きたいと思います。一旦ね、あのコメントの方の、村人大作戦回の方はね、すべて順調に進みました。スムーズに行きましたね。まあ時間がオーバーしたっていうのもあるんですけど、終わりました。やったね。これでね、あとはアスクコメの方で続きのコメントを送るのを待って、
その間待機しててくださいということだったんですけど、じっとしてらんないね、冒険に行こうと思います。というわけで最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。質問コメントはあらかた下のコメント欄もしくは ASK.FM の方までよろしくお願いいたします。以上、片付きともがお送りいたしました。あばね。